はい、こんにちは。官民連携事業研究所の鷲見です。私のテーマは、すべての企業を社会課題解決型に導く、プロジェクトの推進です。私は2010年から政策参謀として様々な自治体に関わり、2018年、官民連携事業研究所を立ち上げ、子育てから高齢者、防犯防災、健康増進、女性活躍、環境、教育、様々な政策を立案してきました。また、私個人としては、市場の果てしの特別参与、京都府のスマートシティアクセラレーター、子ども家庭庁の小中高生の自殺の防止の委員、内閣府の企業版ふるさと納税のマッチングアドバイザーなど、拝命しており、特に企業版ふるさと納税は、デジデンと魅力的に近い存在であり、連携が非常に楽しみになっております。弊社は、官民連携事業の創出事業と、国や都道府県からの委託事業、アーカイブ事業、そして昨年8月から今年の8月までの1年間で400万アイテムを寄贈した連携寄贈プロジェクト、アリアドネなどあり、現在230自治体との関わり、55自治体との連携協定をし、毎年100を超える官民連携の政策や、施策を作り出しております。その中で一例をいくつか、ご紹介させていただきたいと思います。まず、こちらは、ネクイノという会社と一緒に進めさせていただいたフェムテックの事業。アナザーワーク社とのパラレルキャリアの推進の事業。森永乳業クリニコとの、高齢者の、健康増進事業。ハクツル社との連携をさせていただいた、産業振興の事業。ファストドクターと連動して作り上げました、オンライン診療の事業。ビジョン株式会社と共に行った防災と子育てにまつわる寄贈事業。アイドマホールディングスと行いました女性活躍、所得の構造の事業。アナザーワークス社と、神奈川県と行いました外部デジタル人材の募集事業。南海電鉄、そしてローン社と連動させていただいたスポーツ、ピックルボールという新スポーツの、大会等を行いましたスポーツの健康増進事業。イーパラ社。また、岩手県八幡平市を舞台にした形ではあるんですが、ストリートファイター6等を活用しました e スポーツの事業。これら、官民連携を、どんどん我々は作り出しております。これを機会として、皆さんと様々な、連携ができることを楽しみにしております。今後ともよろしくお願いいたします。以上です。